オジー・スミスは選手生活19年で13度ゴールドグラブ賞を受賞した。ローリングスゴールドグラブ賞は MLB の選手表彰の一つ。1957年、グラブメーカーのローリングス社が表彰を始める。守備の優れた選手をナショナルリーグ・アメリカンリーグの各リーグから各ポジション一人ずつ、計9人各チームの監督、コーチの投票によって選出される。 自分のチームの選手に投票できない。初年度の1957年のみ、各ポジション両リーグから一人ずつの選出。1958年以後は、両リーグ各一人の選出となった。オズの魔法使いと呼ばれたオジー・スミスは、遊撃手として最多の13度の受賞。1980年から13年連続での受賞だった。時点で、オマービスケルの11度が続く。 ビスケルはアメリカンリーグで9度受賞した後、ナショナルリーグでも2度受賞している。アメリカ野球伝導表賞者では、スミス、ルイス・アパリシを、アーニー・バンクス、ロビニオンと、バリー・ラーキン、カルリップ・ケン・ジュニア、アラント・トランメル、デレク・ジーターの8名が受賞している。ビスケルは2000年にゴールドグナブ賞受賞者として、最小の失策3、守備率、 995の MLB 記録を打ち立てた。また、JP クロフォードも2020年に年間60試合の短縮シーズンであったが、失策3を記録し、ゴールドグラブ賞を受賞した。ナショナルリーグ記録は、1999年の例、オルドニエスが記録した失策4、守備率、994である。遊撃手ゴールドグラブ賞受賞者の視察記録は、 ルイス・アパリシオの305回で、アメリカン・リーグはデーブ・コンセプシオンとスミスの304回が最多となっている。最多補札記録はスミスの621回、最多併札記録はジーン・アレイの128回である。オマー・ビスケル、AL1993-2001 年、NL2005-2006 年受賞者。 デレクジーターマイケルヤングトロイトロイツキー、ジミーロリンズ、ありがとうございます。